医療、空気清浄、水、食品加工分野では殺菌、ウイルス不活性化に水銀ランプが大量に使われています。私たちの研究室では水銀ランプに代わる新しい新紫外線固体抗原の開発を目指して研究しています。近年アルミニウム原子と窒素原子からなるチッカルミニウムという物質の単結晶成長技術の確立により新紫外線を発する発光ダイオード LED の開発に成功しました。我々独自の手法により世界トップの出力と寿命を持った新紫外線 LED が登場したことで殺菌、ウイルスの不活性化や生物の変異誘導といった分野で新紫外線 LED を用いる研究も始まっています。